サぬき弁。サぬき弁は、香川県、旧サぬき国で使用される日本語の方言である、四国方言の一種。アクセントは、京阪式アクセントの亜種である、サぬき式アクセント。県内では、西と東で違いがあり、大まかに、東山弁と生産弁に区別されるが、現在は、東西の差も少なくなっており、メディアの発達に伴い、 若い世代を中心に共通国家が進んでいる。古来より瀬戸内海を通した海上交通が盛んであったため、関西方面ほか各地からの影響を常に受けてきた。四国方言に分類されるが、徳島弁と同様近畿方言に近い部分がある。それゆえ、四国方言や近畿方言を聞き慣れない人が、佐野木弁や徳島弁を聞くと、 近畿方言であると勘違いする場合がある。一方で、佐野弁は、他の四国方言と同様に、中国方言と共通する表現も存在する。例えば、だからにあたる、やけんの使用は、岡山弁や広島弁で使われる、けん、けいと共通している。地域差はあるが、あうなどの連暴員を嫌う傾向が見られる。例えば関西では、ちゃうんじゃないの という言い回しがあり、合うはそのまま発音されるが、サヌキ弁のそれに対応する表現では、連語音が変化して、ちゃんや、ちゃあに近い発音となる。このような疑問文にはさらに疑問の意思を強調するために語尾に、名をしばしばつける。で、何やっとんなそうちゃんな乗ってくんな乗っていくかい他の方言にもあることだが、 前後の文から意味を取らないと意味がわからないほど音節が短くなることがしばしばある。例、何言いよん何言なんでそうやって言うんなそうやって言うんまた、即音便と発音便、特に即音便が他の地域に比べて発達している。面白い、面白い、殴り合い、殴り合い、代わりを出す、代わりを出す、にぎか、に、にやか。 日記やか、教える、押せる、忘れる、忘せる、怒られる、恩かれる、追っかれる。サヌ弁のアクセントは、京半式アクセントの一種ではあるが、サヌ式アクセントと呼ばれ、近畿地方や徳島、高知、松山で用いられる主流の京半式アクセントとは、いくつかの相違点がある。例えば、山、花などの二拍名詞第三類に属する語彙、は、 主流の京阪式アクセントでは、皇帝、カッコ内は、女子が接続した場合の発音と、頭高型で発音されるが、サヌキ式アクセントでは高々と平板に発音され、牛、顔などの第一類と同じになる。これは、平安時代には、定々と発音されていた第三類の語彙が、主流の京阪式アクセントでは皇帝型へ、サヌキ式では高々型いと思うし、 異なった方向に変化したためとされる。サぬき式アクセントは、香川県下の大半で用いられるほか、愛媛県の新浜市等、徳島県北西部でも用いられている。また、観音寺市の伊吹島のアクセントは、サぬき式とも、主流系半式とも異なり、平安時代の京都アクセントに最も近いアクセントと言われている。戦術の山、花などは高々型となっており、 従来からあった高高型、第一類や皇帝型、第二類との統合を起こしいない。倒産地域、高松市、三木町、佐抜市、東香川市など、と生産地域、丸亀市、多土津町、善通寺市、三豊市、観音寺市などとでは、今夜用法が若干異なり、倒産地域の佐抜弁を、倒産弁、生産地域の佐抜弁を、生産弁という。 生産弁の中でも最生端の観音寺市のものは観音寺弁とも呼ばれる。東西を大まかに二分する境界線は高松藩と丸亀藩の境界であった河原家川付近とされ、中山地域、境出市、あやうた郡などではその中間の方言が使われている。東西の違いで特徴的なのが語尾ののと名の違いとされているが男言葉としては健全域で のが使われており、男女共に、工場的に、のを使う地域は、高松市周辺に限られる。小豆島で使われる、小豆島弁は、東山弁を基調とし、地理の関係で、関西方言、中国方言などの語彙、表現も多く見られる。語尾に、のではなく、なお多く使い、香川県内で広く使われる、県、金は使われず、伝統的には、境、瀬にというが、 関西と同様にこの表現は、早い時期から、からに置き換えられ始めている。小戸島島内でも地域により言葉が若干異なり、アクセントに関しても、旧池田町付近は、高松式、旧内海町北部は、観音寺式、南部は、本当式、都の省庁は、都の省式と差異がある。大体、あらかたのことを指す場合もある。仕事を大方終わったわ。この節では、 サヌキ弁と近畿方言、特に大阪弁との具体的な違いを挙げる。ただし、関西方面からの転勤者が多い地域では、近畿方言に影響されて違いがなくなってきている場合がある。以下は、近畿方言化した、例、ないは現在サヌキの若者が使う言葉、ないは本来のサヌキ弁、ないは共通語。全国の他地域同様。 東京を中心としたメディアの発達に伴い、若い世代を中心に、東京弁、共通語化が進んでいる。特に、香川県は、支店経済都市である、高松市を抱えているため、首都圏からの転勤者や単身赴任者が多く、東京とのつながりが強い。このことがさらに言葉の共通語化に拍車をかけている、ものと考えられている。県庁所在地である、 高松地区は天金属が多く、完全な東京式アクセントまたは完全な、京阪式アクセント、もしくはそれらの中間のアクセントを使うものが多く、さぬ式アクセントを使うものは少ないと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。